どうも、リュウジです。今日はですね、まだ全然酔っ払ってないですよ。はい、2本目なんでね、おいおいぐらいです。四股シリーズです。おつまみにもおかずにもなるっていうですね、ニラ玉です。ニラ玉ってね、難しいんですよね。材料はめっちゃ簡単、めっちゃ少ないです。材料めっちゃ少ないんですけど、作り方がちょっとまあなんかチャーハンっぽい、なんかね、中華ってちょっと技術いるんですよ、ちょっとね。そこら辺もまあちょっとホロロロ酔いの僕が解説しながらやっていきたいなっていう。これもニラ玉って文字で説明しても絶対うまくいかないので、絶対動画でやりたかったんですよ。これをちょっと今からやっていきます。リュウジのバズレシピ。ですね、まあね、材料ね、もうあの材料はもうめちゃめちゃ簡単なので、卵4個とニラ半束、調味料が塩と味の素、これだけです。これだけで最高に美味しいニラ玉を作っていく。 あと油必要ですけどね。はい、卵から言いましょうか。卵も、ね、冷たい状態じゃなくてちょっとね常温にしときたいので、まず卵割っていきます。はい、4個をねこうやって、ね、割っていくんですね、これね。から入ったね。お塩小さじ1/3、結構ね塩味つけます。はい、で味の素2、3、4、5、6、7振りです。はい、粉の胡椒の方がいいです、こういう。はい、これを、まあ、こんぐらい入れていきます。白身が見えなくなったら大丈夫です。ニラ、これちょっとごめんなさい、下汚れてるんでちょっと切ります。はい、でこれニラ切り方あります。ニラの火の通し方を均一にしたいんですね。なのでですね、ここあの茎の部分太いので、茎の部分はねこうやってね細かくね小口切りにしていきます。はい、だんだんね小口切りから、ほらほら、これ断面見てください、断面ね、ここら辺、こことここ全然違うでしょ。はい、ここは太いんですよ。はい、茎の部分は太いで、だんだん薄くなってきたら3、4センチ、3、4センチ幅に切っていきます。はい、こんな感じでね、こんな感じでね。そして四股になっていきます。今回中華鍋使わせてください。なぜかというと、中華鍋ってこうドーム状になってるじゃないですか。ここにね油だまりがつくんです。へっこんでるじゃない、ここ。ここで卵を火を通すことによってすごくねふわふわになるんですね。ものすごい重要です。とにかくね、こう油だまりができる中華鍋、これを使ってください。火にかけます。はい、で熱くします。これ油大さじ1、中華鍋なんでね、あの回してください。回して、でここにニラ、ごめんなさい、カンカン使いたかったんですけど、カンカンないので、カンカンします。30秒茹でたら、ここに戻すんです。はい、そうしましたら、温まった状態なんでね、ここから油に、あの中華は油使ってください。はい、油大さじ2です。回します。はい、全体にニラはね、一回ね、こうやって卵に戻すんですよ。こうすることによりシャキシャキの感じになります。入れます。ということで、至高のニラ玉完成です。はい、ということでできましたので、早かったです。すいません、あの僕中華鍋握ってる時のね、なんかもうめちゃめちゃテンパってました。はい、あのニラ玉ってあんまり火を通しすぎると美味しくないので、あの今回はめっちゃうまくできましたけど、多分言葉足らずだったと思うんですけど、食べながら解説します。はい、ハイボールをね、ハイボールをね、ニラ玉にはハイボールいただきます。完璧な火を入れるわ。僕のニラ玉が一番うまい。トロトロです。必ずね、トロトロに仕上げるんですよ。ニラがめっちゃシャキシャキなんですね。これは本当に数十秒あの炒めた効果です。あんまり火を入れるとニラってシャキシャキにならないんですよ。うまいな、これ本
当にもう僕ニラ玉屋さんやろうかな。味の素と塩だけなんですけども、かなり決まるんですよね。ほんと美味しい。今回のポイントちょっと説明させていただきます。ちょっと駆け足でやっちゃったのでね。まず最初に、まあ、卵液はよく溶いておくこと、あとニラは茎の部分を短く、葉の部分を長く切る、中華鍋を使うことですね。中華鍋で、ニラを最初にさっと炒めてから卵液に戻す。その後によく熱した、油だまりの中に卵を入れて高温で混ぜながらふわっと仕上げる。めんどくさいですねこれで作るニラ玉本当に美味しいですから。ご飯にこのまま乗っけてもマジでうまいです。卵と塩と味の素ってめちゃめちゃ相性いいんですよね。本当に至高の名に恥じない。ちょっと難しいかもしれないんですけども、本当これはすごい、本当美味しいんですけど、ちょい足しラー油なんですけども、これラー油ね少し垂らしてください、こうすることで無限ハイボールニラ玉。これだけの材料でこんなにうまくなるなんて本当に皆さん伝えたいよね。お酒飲めない方はご飯用意してください。本当にたまんないうまいよね。ぜひやってみてください。超自信ありです。はい、でちょっと僕ね携帯見ながらやってるんですけど、いつも何を見てるかっていうと、僕のレシピ全部ここに入ってるんでそれを見てます。はい、結構ね質問来るんですけども。